皆さんおはようございます。本日は相鉄線神奈川県の海老名駅に来ております。今回はすでに YouTube やニュースなどでものすごく話題になっています。そう、ズバリ待望の開通、東急相鉄直通線に乗ってきたということでやっていきたいと思います。ということで、今回は昨日3月18日よりついに開通した相鉄東急直通線に乗っていきたいと思います。特に相鉄線の西谷駅から東急東横線の日吉駅までが、長い間工事を続けてきた約10キロの相鉄東急新横浜線の区間が、今回相鉄東急直通線の新線区間になります。というわけで、海老名駅改札までやってまいりました。というわけで、今回ね、こちらの相鉄線乗り場から待望の開通をした相鉄東急直通線に乗るのですが、その前に運賃表を見ていきたいと思います。この運賃表に書かれていますが、3月17日まではこの横浜駅までの表示しかなかったのですが、今回3月18日から開通したことにより、新横浜や羽沢横浜国大、そして相鉄新横浜線と書かれているこのね、区間があります。やはり3月18日開業したんだなという感じがします。それでは私も早速改札を入場していきたいと思います。というわけで、今回私が乗っていく、今回まさに直通線に行く、今回乗る列車はこちら、海老名9時8分発東急目黒線直通の西高島平行きでございます。今回私はこちらに、初めて乗車していこうと思います。ちなみに西高島平は今回開通した相鉄東急新横浜線をまさに通り、東急目黒線、都営三田線を通り、この路線図の真ん中にあるこの西高島平というところまで行く列車です。さすがに今回は西高島平までは乗りませんが、主に新線区間の終点である日吉駅まで乗車していこうと思います。というわけで、そのまさに直通線を走る列車が入線です。というわけで、今回乗る車両はこちらのですね、相鉄の2万系という車両になります。しかし今回海老名に来たのはこの相鉄2万系であり、東急の車両ではありませんでした。しかしですね、このいつもの相鉄でもですね、この行き先が都営三田線の西高島平です。で、本当にこれ相鉄の車両なのに都営三田線の駅が書いてあるというのは、本当かなり違和感があります。やっぱりね、このようにやはり違う行き先が書いてあると開通したんだなってね、実感しますよね。また車両側面の枠も特急西高島平と書いてあります。それでは早速、今回のお目当てである新線区間を走る列車乗っていきたいと思います。というわけで、今回まさに昨日3月18日に開業した東急相鉄直通線、東急相鉄新横浜線を走る特急西高島平行きは海老名を発車します。本日も相鉄線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東急目黒線直通、特急西高島平行きです。相鉄線内大和、二俣川、西谷、羽沢横浜国大と新横浜に停まります。次は大和です。というわけで、この車内の LCD を見ていくのですが、いや本当にこれ西谷、羽沢横浜国大、新横浜と本当に新線の区間が書いてあります。いやこれは本当にね、すごいという言葉しか出ません。3月17日まではなかったね、文字なので、いや本当にね、今あるというのが驚きでございます。そして列車はこのようにですね、車庫を通過するのですが、なんと相鉄線内に普通にね、東急車がいました。先ほどは目黒線用の東急の車両が普通にいましたよね。このような光景もあります。続いてはこの車内の路線図を見ていきたいと思います。この車内の路線図、3月17日まではこの海老名、湘南台、この横浜までの相鉄線内の表示しかありませんでした。しかし今回3月18日より
直通線が開業したことによって、この上に新横浜新綱島方面と上に伸びております。さらにこの右に行くと、もうおかしなほど路線図が広がっております。いや、このようにですね、もうかなり前はこの左の相鉄線だけの路線図だったですが、3月18日からこのかなり巨大な路線図になりました。もういろんなところに直通をするので、もうこのように大きな路線図になっております。またこちらもですね、先ほどのように普通にね、相鉄線内にこの東急東横線の車両、今度は東急車またいました。またね、向こう側にもですね、東急車がいて、もう相鉄が東急になったみたいです。というわけで列車は西谷に到着をしました。この先はついに今回できた新線区間へと行きます。というわけで、この西谷から先、今までだと西谷からそのままこちらの横浜方面だけに行っていましたが、今回3月18日より開業したことにより、この先新横浜新綱島日吉方面に行けるようになりました。そして列車は西谷からすぐに羽沢横浜国大に到着です。目黒線直通西高島平駅です。 JR 直通線ご利用のお客様はお乗り換えです。ちなみにここからは2つに方向が分かれるようになっています。一つは前々からあったこの緑のつながっていた新宿方面の JR の直通線です。そしてもう一つは、昨日開業した日吉方面のトンネルに入る、こちらのね、東急相鉄新横浜線でございます。というわけで、列車はついに、羽沢横浜国大駅を発車しました。というわけで、この先は、新宿方面の JR 線と別れ、ついに待望の新線区間、相鉄東急新横浜線に入っていきます。すぐ出た後、ここで JR 直通線の線路と別れ、まさにここからが新線区間です。まさにここが現在、昨日3月18日に開業した新線区間、相鉄新横浜線を走行中です。ここの区間、待望の新線区間ということで、本当に便利になったと思います。というわけで列車は相鉄線と東急線の境界駅である新横浜駅に到着です。こちらは昨日開業した新駅になります。というわけで、この新駅を訪れてみたかったので、一回今まで乗ってきた西高島平駅はこの新横浜で降りようと思います。このような形で、本当に昨日開業したこの新横浜駅に相鉄の車両が止まっています。ちなみにここからは東急新横浜線ということで、乗務員さんの交代があります。というわけで、この相鉄東急新横浜線が開通したことによって、昨日開業したばかりの新駅、相鉄東急線の新横浜駅に到着です。左は羽沢横浜国大、右は新綱島と、ここが東急と相鉄の境界駅ということになります。いやー、この駅名表本当に初めて見たので、もう違和感がしかありません。そして行き先を見ても、このように、浦和美園、川越市、西高島平、赤羽岩淵と、もういろんな行き先がありすぎて、適当に列車に乗ってしまうと、本当大変なことになりそうです。それでは、この新横浜駅を見学し終えたので、今度はこちらの急行浦和美園行きに乗っていきたいと思います。この車両はですね、東急車ということになります。というわけで、この新横浜駅に、この東急の車両がいるというね、なんて違和感があります。いや、本当にね、本当に違和感しかありません。本当すごいことですよね。というわけで、急行浦和美園行きは新横浜を発車です。この先は東急新横浜線に変わります。そして列車は新綱島駅に到着です。で、この新綱島駅も、ここも昨日開業した新駅ということになります。というわけで、この新綱島駅でも一旦降りていきたいと思います。というわけで、見てください、こちら新綱島駅でございます。いや、本当にこの新綱島という駅もね、これまでなかったので、すごいですね。
というわけで今まで相鉄新横浜線に乗ってきまして、新横浜新綱島ということになります。そして行き先を見てみると、見てください。この量。もう、半端ないですね。上からもう、東上線や、もう東京メトロの行き先など、もう行き先が多すぎます。また、新綱島駅の先には、この綱島トンネルというものがあり、もうこれも長い間ずっと工事をしていきました。いや、本当にこれまだ、開業してから2日、もう出来たてほやほやのトンネルということになります。それでは最後、この新綱島駅から日吉までは、この次はこの車両、東急東横線の車両です。そして前面には東急相鉄つながると書いてありました。それではこちら最後、新綱島から日吉まで、この開業新線区間の最後の区間を乗っていきたいと思います。またここにもソーニャンとノルルンという相鉄線と東急線のお互いのキャラクターが書いてあり、もうつながるという感じがします。そして列車は新綱島駅を発車します。そして列車はこの数分でトンネルを終え、地上に上がってきました。そして列車は元町中華街横浜方面からの東横線と合流、そして東急新横浜線は日吉駅に到着をいたしました。ついにここで先ほどの羽沢横浜国大駅から続いていた今回の開業した新線区間は終了ということになります。約10キロということで、とてもあっという間でした。はい、ということで今回は海老名駅からこの日吉駅まで、今回2023年3月18日に相鉄東急直通線に乗ってきたという動画でした。皆さんもこの先利用する機会があったらぜひ乗ってみてください。というわけでこの列車を見送って、この動画はここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。